今どこに来てるかというと、フランスはパリ郊外、ベルサイユ宮殿のところまで来ています。太陽王ルイ14世が、進化の見事な庭園に触発されて、税の限りを尽くして作ったという宮殿で、世界遺産にも当然登録されています。残念ながら今日は時間がないんで中まで行けないんですけども、まあその入り口のところだけでも豪華絢爛たる建物片鱗は十分に分かろうかと思いますので、そこらをちょっと見てみようかなと思います。入り口です。素晴らしいですね。一部なんか工事はしてるみたいですけども、さすがもう世界の中心はフランスにありというような感じですね。これじゃ贅沢三昧をして革命が起きるのも分かる気がしますね。素晴らしいですね。おそらくこの中は、もっと素晴らしいはずです。なかなか天気が悪くて石畳が雨に濡れています。なかなかやっぱり冬のヨーロッパっていうのは情緒がありますね。